水野正です。今回ご紹介する楽器はこちらになります。じゃーん、これやばいんですよ。これ実はね、私が吹いてきた楽器の中で一番レアな楽器だと思います。ビュッフェクランポンの S1 プレステージュという楽器です。超超超レアですね。入手難易度トリプル S みたいな、世界で最も入手困難な楽器なんて言われてます。アルトサックスはね、実は結構あるんですよ。たまに出てくるんですけど、ソプラノ、テナー、バリトンなんかはもうまず出ないです。もしね、購入希望で探しててパッて出たら絶対買った方がいい。次何年間出るかわからないぐらい、5年ぐらいチェックして本当に数本ぐらいしか見たことないですね。バリトンが1年前ぐらいにちょっとねインターネットオークション出たんですけど、ジャンク品でも百何十万とかまでね競って落札されてるっていうぐらい有名で希少でね、数々の逸話を持つ楽器でございます。こんな入手困難な楽器は他にないですね。はい、作りに、言及していきましょうか。クランポンっていうのは実はこの当時 S1 っていう最高機種があって、その下に S2 っていう廉価版があって、この S1 のさらに上ですね、プレステージュというモデルがあります。素材が S1 は真鍮なんですけれども、キー以外はほとんど銅でできています。キーは真鍮かな。さらにこう銅で作ったものに銅メッキをかけているんですね。ピンクゴールドとは違ったピンク色というかね、赤い感じしますよね。通称赤ベルなんて呼ばれています。キーに結構特徴がありまして、このキーガード私すごい好きなんですけど、形状がね丸っこい感じ、見てくださいこれ、ドのキーとね、ミのフラットのキー、ここがローラーがないですね。こういう風に春型っていうんですけどね、一つ特徴だったりします。ローラーがついてるやつもあるんですけどね。テーブルキーもね、シのフラットのキーが半分こういう風に開いたりとか、フロントキーにはボタンがこういう風についてますね。 TF のキーなんですけれども、ネギ身についてるんですね。ここのキーと、平行な感じでついてます。非常にこれ押しやすいです。今の楽器もちょっとやってほしいなっていうぐらいやりやすいですね。これは超絶推しポイントでございます。キーポストの付け方なんですが、こういうふうにポイントでこういうふうに溶接されています。簡単にキーポストをこういうふうに直に付けているんですね。これによって抵抗感とかがものすごく多分減っているんだと思います。楽器の反応とか響きがすごく良くなってるんだと思います。実際他の楽器どうなってるのか、ご自身の楽器を見ていただくと分かると思うんですけども、ここら辺ね、1枚のプレートをこうやってガー
ーっとこうやるんですよ。でそこにあのキーポストがニョキニョキニョキと生えてる状態なので、プレートを溶接してるんですけども、こちらキーポストを溶接っていう感じで、ポイントで溶接してますね。ハイルベルスの V 機種ですとか、ヤマハの限定モデル ASP ですか、あのちょっとあの濃い紫色みたいな、あちらなんかもそういう風になっているので、中低音が特にこの右手のあたりのね、このあたりの音にものすごくいい魅力的な音がしています。いろんなね楽器でやってほしいなって、そのぐらいの低音のねふくよかさとかが変わってくるので、これはですね特筆すべきところかなと思います。浮いた感じなんですが濃密です。ものすごく濃密、吹奏感はですね意外や意外すごく重いんです。しっかりこう息を吹き込んでじっくり鳴らしていくと、そういうような感じを受けました。この個体はそんなに吹かれている感じがしないので、まあ、これから音が抜けてくるのかもしれませんが、それにしてもねあのかなり濃密な音、そして抵抗感も結構強めと、そういう感じがしました。ノイズを多く含んでますね。これ先祖の時にもあのちょっと言いましたね。あの先祖 の, あのレビューも上がってるのでぜひ見てください。あの先祖の時もちょっと言ったんですけど、ちょっとチリ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 したこの銅特有 の, あの倍音みたいなものがやはり多く含まれている感じがします。あのピンクゴールドのメッキの楽器とか、ピンクゴールド の, そのリガチャーですとかね、そういうのって結構あの音がチリ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 するんですよ。言ってること分かる人は多分ってあの思ってくださると思うんですけど、なんかそういうのがやはりあると思うんですね。でプレステージって音がねすごく遠くまで鳴り響くっていう風に聞いたりとか、するんですけれども、倍音であったりノイズであったりとか、そういうものがうまく入ることによってで遠くまでね遠達性のある、音が、実現されているのではないかと、思いました。なので今回あのちょっと響きのあるところで少し離れてねあの撮りました。インダーミネの時の動画と同じ場所なんですけども、それで少し分かっていただけるかなと思います。近くでもねあの吹いているのが1個上げてますので、まあ聞き比べていただければ、近くで聞いた時どんな音で、遠くで聞いた時どんな音でいう風に感じていただけるかなと思います。であの S1 に関しては他の動画でもちょっとお話ししてるんですが、ダニエル・デ・ファイエというねクラシックではもう大家の方ですが、もう亡くなってますけれども、まあ、あの四重奏団で来日なさった際に全員あのこの S1 という楽器を使っていました。ただその時は全員あのプレステージじゃなくて、全員あの普通の S1 ですね、真鍮製の楽器で来たんですが、その時にねあのデ・ファイエショックですかっていうのが日本中にね、起こって、でクラシックファンの間ではその S1 というねクランポンの楽器がものすごく、有名になるわけです。そして、第2回目の時に、この全員このアカベルでバリトンからソプラノまで全員揃えて、来日したということなんですね。その時の影響で購入なさった方々の楽器がこうやって今ね少しずつ発掘されて市場に出てくるわけですね。ただやはりあの時のその伝説が未だにこう残っていて、プレステージっていうのはもう購入したらもう手放す人がすごく少ない楽器ですね。当時の楽器にしてはもう何倍もするぐらいの値段で売られていたようで、やはり皆さん買えなかったらしいんですよね。ただやはりあのアルトの人口が多かったので、アルトはそこそこあの売れてたみたいなんですが、テナーとかバリトン、ソプラノっていうのはあのなかなか購入する方がいなくてですね、でそれで未だに市場に出ることが少ないと、まあ、そういったあの話がありますね。もし購入を希望されている方でね、パッと市場に出たらですね迷わず購入してください。次見るのは何年後か分かりません。アルトはたまに出ると思いますけども、ソプラノ、テナー、バリトン、この3つはですね迷わず全力で行くことをお勧めします。そのぐらいあの入手できないモデルの楽器ですので。ということで今回はねプレステージ S1 のテナサックス、こちらをお届けしました。すごい綺麗でしょ。もうこの楽器はですね、個体差もね、すごく良くてですね、綺麗な状態で残っているので、ほとんど吹かれてなかったのかな。クローゼットにでも多分眠ってたんでしょうね。はい、ということで、またね。